お門違いです。こんにちは、ナビゲーターの淳です。すでに皆さんは中国と韓国が福島原発の処理水放出に強く反対していることをご存知だと思いますが、中国や韓国は日本が周辺諸国の合意なく放射性物質トリチウムを含む処理水の放出を決めたとして批判しています。ただ以前から一部取り沙汰されていたように、実は中国の原発から排出されるトリチウムの量は福島の処理水と比較して最大 6.5 倍もあることが今回明らかになりました。これ韓国さんは一体どのような反応をするのでしょうか。どう考えても中国は日本と違って陸続きなんですが。ということで今日は中国の原発事情について集中的に深掘りしてみたいと思います。それでは行ってみましょう。中国の原発政策。かつて中国は西側諸国の努力により急速に経済成長したのですが、経済が成長するに伴って電力消費量は跳ね上がり、この15年で約4倍にもなっています。そして中国はその増加した電力需要によって今も慢性的な電力不足に悩み続けているんです。その解決のために原発が必要とされたのですが、それと同時に国内における深刻な大気汚染もその追い風。つまり中国政府は原子力エネルギーを CO2 排出の少ないクリーンなエネルギーだと再評価したことも原発が求められる要因となりました。中国は2030年頃までに CO2 排出量のピークアウトを実現し、2030年までに国内総生産あたりの CO2 排出を 60-65% 削減する目標を立てています。そのため中国は脱化石燃料を進め、再生可能エネルギーと原子力にシフトせざるを得ない状況になっているというわけです。そのため現在中国政府は原子力エネルギーをクリーンなエネルギーとして積極的に推進しています。中国の国家発展改革委員会と国家エネルギー局が昨年3月に発表した第14次5カ年2021から2025年企画期間の現代エネルギーシステム企画では、原子力発電設備容量を2020年時点における5000万キロワットから2025年までに7000万キロワット前後に引き上げることが明記されています。言い換えれば5年で 1.4 倍にするということですが、ちなみに中国でいう企画とは計画よりも曖昧で長期的な概念を指す言葉です。ところで中国における昨年1月から11月の原子力による発電量の電力構成に占める割合は 5% 前後で、約 2% だった10年前から倍以上に増加しています。そして電力構成に占める原子力発電の割合は2035年までに約 10% に達する見込みとされています。中国では2011年の311福島原発事故の後、原子力産業は深刻なダメージを受け、数年間は原発施設の認可がおりませんでした。しかし2019年より再開してから原発建設の勢いは今盛んになっています。日本原子力産業協会が昨年5月に公表したデータによれば、2022年1月段階で中国は51基の運転可能な原子炉を有しており、この数はアメリカ、フランスに次いで世界第3位となっています。一方建設中と計画中の原子炉は合わせて40基以上あり、今後順調に建設が進められた場合、中国の原子炉数はアメリカと並び世界最多になると予想されています。原発セールス。中国は国内の原発を新設・増設するだけでなく、海外へ売り込みをかけています。中国は原子力産業を手段とし、
国家主導でそれを利用しながら国際的な影響力を高め、自国に有利な状況を作り出そうという狙いがあるからです。そのため近年、中国は原子力ビジネスに特に力を入れています。2013年における国際原子力機関による予測では、中東と南アジア地域では2012年段階で原子力発電容量は600万キロワットありましたが、2030年には 4.5 倍から9倍の増加が見込まれています。新興国や途上国にとって原発は経済成長に必要な電力をもたらしてくれる存在です。今後も新興国における原発の新増設が続くと予測されていますので、中国はこれらの国に向けて原子力ビジネスを展開していく予定です。このように今や中国は原子力輸出強国となっているのですが、さらに中国は原子力ビジネスを通して中東諸国との関係を強化し、この地域への影響力を増しています。習近平主席が行った2016年1月の中東訪問では、サウジアラビア、イランと原子力分野に関する協力に合意し、イランとは原発2基の建設で合意しています。この動きについては当然イスラエルやアメリカが警戒感を高めているのですが、その理由は原子力は核兵器の獲得を可能にするという療養技術を持つ特性があるからです。中国はパキスタンに対して原発を輸出した実績もあり、アルゼンチンなどでの原発建設にも合意しています。この実績を見て、今後さらに中国製原発の購入を検討する国が出てくる可能性がありますが、最近の報道ではトルコ政府が国内3カ所目となる原子力発電所の建設に関して中国側と接触していると伝えられています。韓国も原子力輸出の分野に乗り出しているのですが、韓国のユン・ソンニョル大統領は昨年7月に新たなエネルギー政策を決定し、原発10基を2030年までに海外に輸出することを明言しています。韓国は今後原発ビジネスという場でも中国としのぎを削りたいのだと思いますが、果たしてどれくらいの実績を上げられるのでしょうか。中国原発の問題点。中国は国内に原発を数多く建設し、海外にも売り込みをかけているのですが、一見好調にも見える中国の原発には実は問題があり、それは国内に稼働している原発に関する情報が極めて不透明だということです。まあこれは以前からよくささやかれていたことですが、一例を挙げると、2010年、広東省のダヤワン原発で放射能漏れ事故がありました。当時の香港政府は海外メディアの報道を受け、事故から約3週間も経ってからその事実を認めたのですが、とうとう中国政府は事故を公表しませんでした。また2021年、広東省の台山原子力発電所で燃料棒が破損し、放射能物質が大気中に放出される事件があったのですが、中国政府はこの時も海外メディアから指摘されるまで情報を公開しませんでした。中国当局の説明が後回しになったことで、中国の透明性に対して批判が集まったことは言うまでもありません。日本では考えられないことですが、このように中国は国内の原発に関して情報を徹底して隠蔽する傾向にあり、たとえ放射能漏れや汚染水流出などの事故があっても一切公開してきませんでした。しかし中国の原発事故は国内問題だけにとどまらず、日本や韓国など東アジア一帯の問題にもなり得ます。そのため特に日本や韓国は共同して中国に国内の原発に関する情報の透明性を求めていかなければならないでしょう。なので今韓国が日本を叩いているのは全くのお門違いなんですね。まあ一部野党に限るのかもしれませんが、本当に困ったものですね。
日本寄りの沿岸部に位置する中国の原発でもし何か事故が起きれば、日本にも影響が出ることは確実です。もし放射能汚染が起これば、日本はそれから逃れることはできません。また中国がすでに稼働している、もしくは新たに建設予定の原発の大半は韓国に近い沿海部に集中していますので、当然韓国も何かあれば日本以上に深刻なダメージを受けるに違いありません。日本政府はここ数年、冷静で科学的な発信を継続し、処理水のトリチウムが極めて少ないことを世界に向けて丁寧に説明してきたのですが、一方で中国は自国のトリチウム放出について周辺国との間で合意もなく、何の説明もしていません。これって本当にトリチウムだけ？なんて私なんかは考えてしまうのですが、中国政府は福島の処理水放出には強く反発しているものの、自国の原発では日本よりもはるかに多くのトリチウムを放出しています。韓国の野党なんかは福島原発の処理水批判に随分熱心なのですが、中国の原発についてはなぜか言及することはありません。本当に危険なのは福島の処理水なのでしょうか。ぜひ中国の原発にも目を向けてほしいものですね。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。私の話がもし参考になりましたら、ぜひ高評価やチャンネル登録、そして辛口の感想なんかも大歓迎です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。素敵な週末を。